南口みもみ駅は千葉県奈良市の市みもみ一丁目にある京成電鉄本線の駅である。駅番号は KS28 相対式ホームに面2線を有する地上駅で京上駅舎を持つ。かつては上りホームに側線があった。改札は東側にあり、天井が高く開放感がある。出入り口は北口と南口の2カ所あり、 2011年に地上と改札街を連絡するエレベーターを北口と南口に各一機、改札街と各ホームを連絡するエレベーターを各一機設置した。京城駅構えまでは駅本屋は上りホーム側にあり、東寄りに別々の改札があり構内踏切もあった。当時、下りホーム側の切符売り場は京城構えまで手売りで、上りホームには 改札付近に売店があった。改札外コンコースには、ファミリーマートみもみ駅店がある。2019年度の1日平均乗降人員は24,299人で、ある。京成線内69駅中20位である。近年の1日平均乗降人員及び乗車人員は、下表の通りである。駅南側は2006年に、道路の拡幅工事が完了し、 駅北側は再開発が行われ、南北ともにロータリー交差点及び駅前広場が整備されている。八千代台駅側の踏切で千葉県道57号千葉鎌ヶ谷松戸線と交差しており、駅南側には千葉県道69号長沼船橋線、駅東側には千葉県道262号幕張屋地予選が通り、沿道には個人商店が数軒ある。 駅北側より西側は東方大学や日本大学など教育施設の集まる文教地区となっている。日本大学みもみキャンパス、奈良市の市立奈良市の高等学校大原、大宮神社駅北西側には船橋市との市境がある。旧時武住宅駅南東側には千葉市との市境がある。奈良市の市東部保健福祉センター佐田正さの 私は犬になりたい490円の歌詞に当駅が登場する。2009年5月に放送された NHK 総合のテレビ番組今夜も生でサダマサシ内での発言においてサダマサシが青春時代を関野で過ごしていたため京成沿線に土地勘があり上野から480円か490円だったことにちなんで用いたものだというアルバム 美しい朝に収録されたバージョンでは、みもみの方を傷つけたかなと思ってこの部分の歌詞を変えたという、ありがとうございます。